気ままにダラダラ、ショーチャンネル。はいどうも、たくみぼうしでございます。おいっす。さあ今日一発目はですね、ちょっと拠点周りを整備して、まあ、変わったところはね、複数ありますので、その報告を、しておこうと思います。で、まず変わったのが1つ目、この拠点。まあここね、いろいろ変わったんだけど、まずまあ見てわかるかな、攻撃の量が変わっております。っていうのも、前回ね、まあ、キセミを大量に置いて、ここ本当ね、神々しくなっちゃったんだけど、さすがにそれはやりすぎっていうね、お叱りを受けまして、即撤去しました。いやー、ほんと調子乗ったな。あれは調子に乗った。ごめんなさい。まあ今ではね、まあおよそ半分ぐらいの数になりまして、まあ結構いい感じには戻ったかな。うん。まあこれでようやく影ボットの様子も、まあ若干見えるかな。うん。まあちょっとね、警備上の問題で、塀の外はまあまあ、まだ多くね、キセミの方置いているんだけど、まあ拠点の中はまあちょうどいいでしょう。うん。で、まあ、拠点周りで言うと、もう一つ、まあ、もう後ろ見えてるけどな、雨戸の方を設置しました。まあ、前はね、雪見障子いっぱいで、ちょっとね、まあ、不評な意見も結構あったんだけど、まあ、これで入り口が、まあ、はっきりするかなと。まあ、本来はね、玄関を作るべきなんだけど、ちょっと設計の時点でね、すっかり玄関を忘れてね、まあ、もうここが本当に入り口。まあ、これはまあ次回拠点を作るときに、まあきちんと玄関を作ろう。うん。で、中はですね、まあちょっとここも変えたんだけど、意外とリクエストが多かった、掛け軸の下の板間。まあそれをね、設置いたしました。で、ついでに花も置いて、あとね、これ。じゃん。どうよ。隠し通路ただ需要あんのかな、これ。これを作ってくれっていう意見も多かったんだけど、どうなんだろうな。まあ遊び心的な感じかな。まあ次なんか作るときは、まあここ抜けて、まあ向こうに作ってもええかな、何かを。まあこんな感じです。まあ外から見えないし、まあいいでしょう。で、あとは、あ、そこも変えたね。ここね、まあ本当は向こうに見える、丘がね、まあここまで侵入してて、ちょっと塀をね、まあ曲げる形になってたんだけど、綺麗に整備しました。まあそのおかげで、まあいい感じになったね、ここも。うん。で、まあこちらもね、まあちょっと立体感を持たせまして、まあ拠点の前はこれで OK かな。うん。で、あとは、あ、そうか。この砂利道もそうやな。そう、砂利道をね、つけてみてくれっていうね、意見も多くて、まあ一応つけては見たんだけど、なんかちょっとこれじゃなんか寂しいよな。まあこれはまた今度考えます。まあどういう形するか。で、これを抜けたら、さあ次は温泉。ここね、形変えたんだよね。まあ前回はね、正方形の、まあ温泉を作ってたんだけど、やっぱ温泉って言うたら若干いびつに、まあ、作るのもいいかなと思ってね。まあこういう形にいたしました。いい感じ。ではとりあえず形変えたのはこれぐらいかな。で、あとはそこを越えたら、前に整備した竹林と。生えてんなここ改めてどうなってんの。またしばらく放っておいたけど。うわぁ竹だらけ。うわ、やべえな。めっちゃ成長してるし、生えてる。うわぁ、これやっぱ
の字正解だったな。いやみんなの意見ありがてえ、本当にありがてえ。いやすごいな。いよいよもうパート10も超えて本当にこのモッドの凄さを体験してるわ。いいね。じゃあとりあえずまあ報告の方はこれぐらいかな、うん、よし。じゃあとりあえず次の作業に移りましょうか。で次はね、もう竹モッドもまあまあバット系モッド、まあ、この2つね、まあ入り口部分はもうかじったんで、まあいよいよ、まだまだ体験したことないもみじモッド、こちらにねちょっと着手していこうと思います。まあといってもね、このモッドねなかなか難しいらしいんだよね。まあ食べ物を作ったりとかいろいろできるらしいんだけど、俺じゃあねあんまりこのモッドのことは知らんからね、ちょっと改めてウィキを見てまあお勉強しながらやっていこうかな。まずはあれやな、このモッドのこと知らんといかんわな。とりあえず俺が知ってるのはその作物を大量に増やして、そっから料理を作れる系のモッドっていうのを分かってるんだけど、あーやっぱ農作業がメインなのか。はい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 。あ、うどんとかも作れんの？へえすげえな。え待て、カツオ釣るとかあるけど釣りするの？へえ。でワインの製造もできるし、あそうや鉱石もあったな、大理石。あーなんか前回ゲットしてた。はあ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 。あそうよ、あのコメントにもあったけどさ、なんかメープルダイヤやったっけ、なんかあれを前回さ俺なんか偶然ゲットしてたけど、あれなんか普通のバニラのダイヤより貴重らしいじゃない。ちょっとあれさ、俺あの後ブランチマイニングしてさ、こんだけ手に入ってんやけど本当に貴重なのこれ。逆にこのガーネットの方は少ないんだけど、けどこの鉱石は何に使えるんだ、その農業に使うのかな、クワとか。どうなんやろ、まずこいつらの使い道を分からんとどうしようもないわな。待てよ、鉱石系、あったぞ。え普通にピッケル作れんじゃんえガーネット系の、あ、ガーネット系じゃねえや、メープルダイヤツールっていうのが作れんの。えちょっと作ってみよう。これ普通に今までバニラと同じように作ればいいの。はい作れましたけどこれはどうなんだろう、作業効率が上がるのかな。今日あんまりねボンボン作りたくはないな。しようとりあえずピッケルと剣とシャベルで、クワはないのか。ああじゃあクワ以外なら作れるんだ。じゃあもう一個剣ぐらい作っとく。あめっちゃ強いやん。確かダイヤの剣が攻撃7か8ぐらいやろ。強いんだが。へえ。やっぱこれ有能？あしかもかっこいいじゃん。あすごい赤い剣いいな。へえ。やっぱ俺が持ったら変やな。どうしよう、せっかく作ったしこれは翔太郎にあげるか。翔太郎刀荒ぶってるけどなとりあえずちょっと君にあげよう。はい、おーいいじゃんいいじゃんいいじゃん、あ喜んでる喜んでる、翔太郎喜んでる。じゃあこれは君にあげよう。じゃあピッケラー俺が使わせてもらおう。はあはあなるほどね。で、他には何が使えるの？スプリンクラー。
え、これは作り方は書いてないな、このページ。え、他使えるのはなんだ。え、ライトライトってか。それも作れんの。ちょっと意外とすごいぞ、ボイズボットで、作り方が、あ、意外と簡単じゃん。ガーネットと石がいるの。石、これ焼き石か。はいはい、じゃあこれはちょっと焼いとこう。でもう一つが、あー、モミジの木のやつか。確かどっかにあった気がする。あった、これか。いよいよこれを使えるのか。おー、なるほどね。で、何個いるの。1、2、あ、でも木材でもいける。木材あるね。木材をこの字に置いて、で、かけらを置く、で、ガーネットを置く。できた。 S ライトかっこ木。え、どうなのいろんな種類があるっていうこと。これはちょっと分からんけど、え、どっか設置してみる。暗いところがいいかな。ちょっとあんま明るすぎたら分からんよね。じゃあちょっとそこ暗いし、こうぐらいにしてみようか。ちょっとモンスター怖いな。はい。で、え、何これ、なんか出ましたよなんか出ましたよ。あ、これで色決めんの。これセット光んねえじゃん。え、どういうこと。レッドストーン信号がオンの時点灯します。またはスニークプラス素で右クリックで強制オンオフができます。ほう。スニーク状態で、もう朝になったけど。ほい、あ、着いた。え、すげえなこれ。え、ちょっと意外にすごいぞちょっと明るくなって分かりにくいけど、へえ、すげえあの、よくあるなんか玄関の照明みたいな感じやな。はあ、こんなんもあるんや。でもこれ色ってどう変更するんだろう。もうこれで変わってる。いや、よくわかんねえ。長さとか太さもあるけど、これはあれかな、光の太さ長さ、どうやろ、変わってる。いや、よくわからんな。ちょっとまだ細かい使い方はわからんけど、うん、けどなるほどね。じゃあこれでまた照明もできるわけなんだ。はぁ、面白い。ほんならあれやな、普通にこれを使ってライトアップも十分できるわけだ。はぁ、ていうかあれだよな、その農業の他の作るレシピのやつは基本あれだよな、その光源なる系が多いのね。で、さっきのライト以外にもランプっていうのがあると。はあ、それちょっと作りたい。ランプか、どういうランプ。必要なのが丸石で、さっきのかけらで、タイマス。コストは安いけど、これがどんなの。あれかな、キャンプとかでよく使うライト。はい。あ、やっぱそうだ。へえ、すげえ。え、これも明かりつく。はお前じゃねえよ小さすぎて見えんかった、お前。はい。あ、ついた。あ、お前もつくんだ。へえ。え、これをさ、普通にさ、あ、びっくりした。ああ壊したかと思った基本あれやな、さっきでもそうやけど、これ小さい、わかりにくい。もうなくさいんですよ。で、ちょっとさっき言いかけたけど、あの、普通にさ、こういう、何、まあ、普通に生えてる白樺とかさ、
こういう木に吊り下げとったらこいつら綺麗じゃない、こういう風に本当に何て言うかな、町の街灯みたいな感じで、あ、これでも結構いいと思うわ。あー、これはちょっとコストも安いし、もうちょい増やしてもいいかもね。なるほど。で、もう一つちょっと気になるレシピあるよね。これ装飾ブロック。さあ、ちょっとこれ個数結構かかるけど足りるかな。これは全部作るべきなんかな。まあちょっと作れる限り作ってみようか。かなりの個数あるやんけどね。まず1個目が下3つ木材で上に1個木材で、間にもみじの木材のかけらで、これで装飾ブロック木の、これはなんていうんだろう、柱下かな、これは土台になる部分かな。で、もう一つがもみじのかけらが真ん中で、右端に木材で、これで壁で、下に置いて、屋根、これやっぱワンセットかよ。いしょ、ちょっと形には灯籠チップなやつかと思ったけど、どうなんだろう、でもパーツっぽいよな。よいしょ、ちょっとこれも作ってみないと分かんないわ。箱で、最後がサイドに置いて、で、これで横。さあ、これがどうなるんだろう、ちょっと試しにね。はい、これでしょ。で、これさらに置ける、なんか置けるけど、これ違うな。だってこれで屋根乗せて、これで完成なわけないもんな。え、これはどうやって使うのが正解なんだ。あ、わかった、これが違う、こうか。あー、なるほどね。で、真ん中に松明が置けるらしいけど、あれ違う、あれどうやってこれ松明置いてんだこの人は。今その作ってる人の映像を見ながらやってるんだけど、あれこのブロックの箱を素手で右クリックしたら明かりがつく。え、マジ。はい、あ、ほんまや、ついた。あ、これだけでつくんだ。へえ、すげえ。え、じゃあこの人どうやってタイマー置いてんだろう。ちょっとその仕組みは分からんけど、あ、これでもつくわ。はあ、すげえ。じゃあ今日最後にさっき手に入れたこの装飾ブロック、これを使ってちょっとここら辺飾り付けして終わろうかな。で、灯籠なんやけど、灯籠ってうちに設置するもんなのかな。なんかお金持ちのうちだったらその石の灯籠みたいなやつが庭にあるっていうのはイメージあるけど、ここそんな場所ないもんな。外？外ってどうなんだろう。よく神社の参道とかで道にあるのは見るけど、うちの前ってどうなのか。でも送ってなったらもうここしかないわな。ちょっとやってみる。じゃあ内側寄せて、どうせやったらこれも使ってみるか。ほい、あ、でも高いかなこれ、どうだろう。はい、で、これで屋根をつける。よいしょ、よいしょ、どうだ。あー、ちょっとこれはやりすぎ、どうだろう。あー、なんか窮屈やな。なんかバランス悪い。やっぱ外ダメかな。それかあれか、もう一マスぐらい外に向かわせる。だからここら辺か。よいしょ、っていうか高すぎるのがダメなんかな、どっちやろ。よいしょ、これでうまくいってくれるといいんやけど、まあちょうどもう夜やからな。これでうまく光ってくれたらいい感じなんだが、間違えた。よいしょ、さあこれでどうだ。よいしょ、
ほい。じゃん。あ、でもこれだったら悪くないか。まあ、さっきよりかはマシやな。あー、なるほどね。ただあれやな、なんかこのうちがいかつく見えるな。ちょっといかつくだったな。でもこれはこれでありか。うん、まあちょうど伸ばしてもその平等、まあ高さは同じぐらいし、うん、いい感じやね。で、あとちっちゃいやつをまあこの道につけていけば、まあ綺麗に見えるかな。うん、よし、じゃあとりあえずこれで OK かな。うん、いやけどこれはいいわ、いいブロックだわ、めっちゃ扱いやすいしな、ほんと和だね。いやー、良い、これはこれで良い。よし、じゃあとりあえず装飾の部分はこれで OK かな。うん、じゃあ次はいよいよ農業拡大の方へ行ってみようかな。でもそっちの方が大変そうなんだよな。まあとりあえず頑張っていこう。よーし、あー、できたできた。